東大阪ジャンクションアラボンとは、大阪府東大阪市の地名、及び、周辺一帯の地域を指す。大阪府立中央図書館元は、河内国和海軍アラ本村だった地域であり、近代以降は、中郷地軍位、木辺村の一部となる。現在の住所表記としては、アラボン以外にアレ本、北、高本西、アラ本新町がある。また、アラボンは、菱屋東内に、 飛び地が存在する。1982年に発表された大阪府の新都心計画で、豊中市の千里中央、堺市の中本津と共に、東大阪市の荒本が、大阪府の新都心として位置づけられることになった。これを受けて、東大阪市総合庁舎や大阪府立、中央図書館が、当地に混流された。最寄り駅は、近鉄京阪な線の荒方に駅である。 北側には、不営東大阪東宮住宅、市役所の東側には、イオン東大阪店がある。東西には、阪神高速13号東大阪線と国道308号、西側には、近畿自動車道と、不動大阪中央環状線が南北に通っており、阪神高速道路と近畿道が交差する地点には、東大阪ジャンクションが設けられており、 道路交通の要所となっている。また、東大阪ジャンクションの真下には、国道308号と、不動大阪中央環状線も交差しており、両道路とも、東港、西洋、北港、南港と道路が分かれていることから、4つの交差点をなしており、交差点名も、東港本北、東港本南、西高本北、西原本南と4つある。 上記以外の地域内の主な施設等を挙げる。以下の施設は厳密には旧都鉄町地域にあり、荒本地域ではない。高速道路については地域外の近隣施設も挙げる。ありがとうございます。